今日初めてこの釣りをする親子です。すぐ釣れたんです。おーすごいすごい大きい大きいすごい。糸を手繰り寄せるのが上手ですね。すごい、この夏一番の大きさだ。大きい。で、虫かをこの中に入れたい。おー大きい。今何歳だっけ？6歳。6歳。すごい。これ釣れたの分かった？ね。すごい。すぐ釣れたね。ね。すぐ釣れたね。ってのが可愛い。あ、だったらあの赤。おばあちゃんに一生懸命話してるけど、向こうの入れ物に入れたいって言ってるのかな？と思ってたら、あ、話しちゃった。逃げちゃったかな。探してるけど、でもね、こうやって糸を手繰り寄せるっていうのがこの子ほんとすごいと思う。開いた。かわいそうだから取ってください。はい、わかりました。針から外してあげたらね、この子歩くんだよ。上流に向かって網の中に入れた魚がちゃんと呼吸できるように水に濡らしながら行く。これはなかなかできないんだよ。小学生の高学年の男の子でも洋服のポケットの中に入れて運んじゃって水槽に入れる子いるからね。お母さんに水の中につけてきなさいって言われたんだとは思うけれど、でもそれちゃんとできるっていうのがすごい。もっともこの子にとって一番重要なのはさっきまで取ったアメンボかもしれない。で、このバケツを持ってお母さんおばあちゃんのところの下流まで持っていきたいんだけど、水が重いからこれダメだと思って、この場でちょっと一休み。やっぱり関心事はアメンボ。ほんとかわいい。アメンボ釣れた。アメンボよくこんな大きいの釣ったね。すごいね。たまたまだよ。たまたまだよ。ちょっと触っていい？大きい。すごく大きいよ。アメンボ。アメンボ逃げた？あ、これか。大丈夫。アメンボがいなくなったよ。一番大きいのが。ああ、よしよしよし。いいとこに逃がした。魚を釣るっていうのも楽しいんですけども、釣った魚を逃がすっていうのも意外と楽しいんですよね。普段こういうことをやったことがない子どもたちばっかりですから、自分で魚を使ってそれを逃がす、そして泳いでる魚を見る、楽しいもんですよ。ちなみにこの魚は及川、さっきの大きいのはウグイです。及川さん、さようなら。また川の中で楽しく生きてください。バイバイ。